燃やす男、あなたが好きなのはどっち？さあ、ということで、まあそんなしょうもない話もしながらですね、やっていきましょうか。ごめんなさいね、カッチ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 うるさかったかと思うんですけど、まだ入ってこないんだね。まあ前回なんかちょっと燃える男がね、燃えるじゃねえよ、ごめん間違えた、燃やす男がなんかね侵入してきたりラジバンだりとかして、おはようございます、ボスということで全員吹っ飛ばしていきましょう。でこっち戻っていこうとすると、やつはもう入って、あれ、どっから入ってきたんだこれ、あれね。だってこっちの方に行こうとするとさ、なんかさ、よくわかんないでブオーって燃やしながらね、あっちっちーのちっちっちーで、あれ？ほら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 、来てるでしょ？どうやって入ってきたのあなた。まあ、普通に多分燃やしながら入ってきたんでしょうけど。で、あいつ歩いてきてるね。でね、前回ね、早く逃げないとって言って、これおかしいな話なんですよ。これボーン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 ってやるじゃないですか。で、倒れるーってグエーってなるじゃないですか。ところがね、秒で立ち上がんの。もうだからあいつを相手にするのやめときましょうね。あんなね、なんかもう後ろによくわかんないビールダルをね、背負ってね、一杯800円という、ね、超高額で売りつけてくるようなやつとね、相手にしちゃダメですよ、ほんと皆さんね。で、なんかそれでね、女の子と目があったんだよって言ってね、あいつ俺に気があるんだっていうね、勘違いしたおじ様たちが、もう800円ってね、一杯ほんとだったらね、200円あっちー、これで戻れないって、どこ行った、どっか、あっち自爆しちゃった。そう。で、どっかにね、あれですよ。で、これクリッと振り返ると、ふっとどっか行って、こういう風に登ろうとすると、何かが、チュッて。お兄さん、私と遊びましょう、やー、うふふーって。で、これ、チラッと下を見ると、いなくなってんだよね。だから、どっか待った。おっと思ったら目の前に寄ったわー、お前、いつの間に上がってきたんだ、俺はビールだろ。ほらほら、そんな売り子さんがそんなね、危ないことしちゃダメですよ。売り子さんはもうね、あれですよ。求める、あちゃ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 わー、そこにね、ウィーン、ウィーン、倒れてろ。よし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 。寝ている間に、あっちあっちっち、あっち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 っちっち、ちょ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 。皆さん、インドネシアのケチャップダンスって知ってますかね。はい。まあ、ケチャダンスとも言ったり、ケチャップダンスとも言ったりね。とにかくね、バイトで雇われたね、若い男性たちがね、エンジンを組んでね、で、ちゃ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 言いまくるだけの、ダンス。あっちー、落ちるー、ひゅーまん。その真ん中での猿だか、姫だか、悪い奴だかっていうのが暴れ回るってね、炎に囲まれた、猿がね、なんかその、燃やしてる薪だかなんだか、ラジバンダリとかっていうのを、すごいね、ボーンって蹴って飛ばすっていうね、まあ、ものすごく結構ね、危ないお仕事。でもね、あまりにもその現地にいた時にね、その作品が好きすぎてね、CD 買ってしまうくらい私はね、見ちゃう。そんなのはどうでもいいです。さあということで、一旦まあ、こいつは持っとくけど、預けたり出したりするのがめんどくさいからっていうだけの話なんだけど、どうしよっかなぁ。何を持っていこうか。違う。ハンドガンオンリーで戦ってみましょうか。それだけの弾数はあるはずだよね。うん。意外とないな。意外とないな。うん。そうね。ってなれば、でもこれ、二つ組み合わせることで、メクナンができるんだ。あれ、ショットガンは？で、ガンパウダーと強化火薬をくっつけるとどうなるんだ？まあまあ、万が一なくなった場合の組み合わせ用ということで、これ持っていっていきましょうか。さあ、ということで、ツアーガイド、第1弾のね、ボス戦やっていこうというふうに思っております。まあ一応保険のね、なんかロケットランチとか持ったりとかしてるんですけど、まあそんなことは気にしないで、とりあえず、こいつでやっていきましょう。カチッ。ザー、おります。で、これがどっから、なんか下からどん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 。おー、穴を開けるだけの簡単なお仕事。さあやっていこうか。もう戻れない。あちゃ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 、あっちっちのちっちっちのちっちっちりっち。ちっ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 ち。ボンベを狙って爆発すると、どん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 燃やせてるよ。いやいやよー。さあさあさあ、私の動きについてこれるか。サイドステップ、サイドステップ。後ろのあれだよね、ビールダルさえなくなれば、君もね、800円で売りつけるなんて、こう、悪徳商売をすることもなくなるだと思っているんですけど、どうなんだろうな。ちょっと待って、腹痛してるな。炸裂だ。あ、肝心のあれを持ってきていない。で、おー、彼がこっちに来て、あ、ちょ、どんどん燃やして燃えている。いや、いやよ。食らってないよね、食らってない。あ、ダンスよね。うん、甘い。
切り。あれ、あ、ちょちょ、あん、あん、あっちあっちあっち、よし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 。で、おちょ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 、あう、バウン、倒れてーのー。今のうちにアイテム拾いーのー、拾いーのー。で、あいつが立ち上がった瞬間に、さあ、向かってこい。動けるの？あれだな、注ぎ口だけ持って襲ってこようとしてる。よく燃えなかったね。で、ちょっと待ってね。これとこれ、万が一のことも考えて、注ぎ口だけ。で、よし、いいね。ビリ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 してるね。ビリ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 。背中をマッサージしましょう。背中流しましょう。キャーキャー、あ、ちょ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 。ふっと、危ない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 。ウィー、目の前でなんかやってるけど、とりあえず、とりあえず、あ、ちょちょちょ。心臓マッサージ、心臓マッサージ。AD!何してんの何してんの、なんかよくわかんないですね。よくわかんないけど、スタース口ほどにもないわ。とりあえず後頭部に一発お見舞いしといた。さあ、簡単なお仕事も終わったところで降りようと思うんですが、この高さから降りるなんてまるでナイスガイじゃないですか。ナイチが間違えた。フーアムアイのジャッキーチェン、ヒューくる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 、デン。で、これね、もう、まあこれでも多分爆発の勢いであれなんだろうな。あの、紐が切れちゃったってお仕事なんだろうな。お仕事？ナースのお仕事。わー、やばい！このままじゃ、キャッチングしたところで落ちちゃいますよー！ボン！ウェーディン！あー、これもあれだね、ジュラシックパークのね、骨が落ちてくるやつみたいな感じだよね。ようくるくる回ってなんとかなったよね。これ多分落ちてきたらもう、あの、全身の肋骨が折れて終わりですよ。全身肋骨はないけどね。うん、一部にしかないけどね、体のね。よいしょ。今日のお供はプロテインです。あの、ムキムキした後にね、あの、ちゃんと栄養補給をしなくちゃいけないですから。うん、夜中にプロテイン飲むのもね、まあなんか、寝る前にプロテインを飲むのもいいみたいなこと言ったけど、一応ね、あの、ギリギリ今増量中に当たる時期にね、一応取ってるんでね。これとかもね、とか、みんな車乗り捨てて、な、もうこれ以上前に進む。あ、出た！出た！カルロス。出た！こちら、これあれだ。XWW226 や。ほら、来た。どこにでもある XWW226。やつを倒した。こっちもそうだよな。こっちもおそらく XW226 だわ。ね。ほら !XW226。どこにでもあるんで、XW226。ああ、するしかない。ダメよ、カプコンさん。ごまかしちゃダメよ。ね。で、もう近いって筒が出る。急いで戻れ。ね、急いで戻れって言っても命令するなよ。俺がそこまでサポートするから戻ってきてくれないか頼むよ。君がいないと寂しいんだって。そのくらい、これも多分 XWW226 なんだけど、ちょっとさすがに、あ、見れる？見れなーい無理。じゃあ行こう。で、登っていって、テックテックカンメヨー、カンメさんヨー、お前のうちで呪いほど、違う。何言ってん？日本語になってん。あー、いっぱいいるね。あれ、こんないっぱいいたっけ？ボス戦が終わった後だから、なんかもうちょっとこう、ゆっくり遊べるもんだと思ってたけど、そうでもないっすね。じゃあ仕方ないな。一発。レストラン。まあ、ここはね、RE2 でね、紹介してますんでね。まあ、もうあんまり、あれですよ。ここは、高みの見物で、ドゥン。ドゥン。ういー、ジャイアン。あ、ちょ、意外と強いぞ、ジャイアン。カクカクのジャイアン、強いな。バク。生きてるかな？チュイ？ん？チュイ？あ、生きてるね。そうなんだよね。歩いてーのやつら強いんだよね。なんか縮こまってミジンコみたいになっちゃったけど。これもだ！出た！ XWW226。ね、どういう意味なんだろうね。XWW226。まあ、ただのあれなんだけど。で、下に行くと多分、あの、あれだよ。変態所長が、覚醒をなんか眺めて、簡単なお仕事してるんで。お尻！大丈夫だね。で、ポクン。こっちの方おいで。おいで、パンダ。あいつは生きてない。ダメだね。で、他は特にいる。あ、違うな。あれはただの線だな。銀色の線なんてあるんだ。じゃあ近づいてきて、飛んでいきました。で、他、なんか、お前も燃えてんの？ごめんね。で、後ろからゾンビが、わー！さすがにないか。これ XWW226 でしょ？こっちも XWW226 でしょ？であっちにもあるのが XWW226 だな。ここの動きとか全く変わってないもんね。で、あっちの中行こうとすると、ワンちゃんがワン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 をしてたりとか、ここにハーブ落ちたらもう悪い2じゃんってなるけど、さすがにそれはない。ここの時点はあれだね、まだ、眩しい。
で、クザブレダブル226と書いてあるんだよな。ここの時点ではまだあれだね。ジルの方が先に進んでいるというか、あの日付が前だから、あの二人はまだこっちに来ていないという状態ですね。しかしまあ、クレアもあんなギリギリのところでね、来るなんてね。だから、レオンなんかは配属初日だっていうけど、多分実際はあれだろうね、9月30日とかに来てた、29、30とかは、まあ研修2日間受けて10月1日から勤務開始みたいな、そんなノリだったんだろうね。うん。まあアメリカはね、あの、日本と半年ずれてるみたいな感じでするもんね。で、こっち行こうとして、まあいいんだけど、こっち行ってんのか。うわ、めっちゃ焦げてる。あいつ起き上がらないだろうな。あいつも、ああ、ブオってする前にあれだな、一発ぶち込んで、起き上がるかどうか確かめておけばよかったな。あ、なんかある。あれなんだ。ピグレットと、マーシャル？違う。マイケルズ・ピグレット。なんか横にライオンとライオンがあるね。ライオンがあるな。あっちに行くことは、まあ、あそこにワンオンがいるから、ってなんだ。自分で言ってってなんだ。これでもあれなんだな。ジルが行った後に、鍵を閉めたんだろうね、ここね。エイダが、ね、カチャカチャって、遊び音バーレル。で、ほい。どうしよっかな、じゃあ、第2戦はショットガンだけで挑む？まあ、そういう感じになってくるよね、だんだんね。まあ、ここもね、紹介したしね。モテません。なんだと？モテモテのジルなのに？そのモテるじゃないの？うわおごめんなさい、参りました。エンド、無事でよかった。無事ってわけでもないか。無事かもでもないか、脅かしてすまなかった。脅かしてすまなかった。なんとかなるだろう。何が来るか分からなくて。無理もないわ。それより地下鉄脱出しようとしてるの。来る？おいで。来る。地下鉄。行きたいところなんだけど、まあ無理だよ。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。まあちょっといろいろね、思うところがあるっていうところなんだよね。うん。どうしたの？なんでもない。ただタイミングが悪くて。タイミングがね、この時にタイミングがいい悪いもないよね。まあでもこれでなんかジルを足したんだろうな、多分な。いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。さ、ということで、彼が一体何を隠しているのかってね。ガンスミスのスミスってどういう意味なんだろうな。無茶をするのは君の仕事だ。あれかな。ミスティアナスト、ウェルカムバック。気をつけて。ウィーミスって言うと、そのスミスじゃないよな、とかな。ここで会話が聞こえるんだっけ確か。おい、もし駅に行くんだったら、店のすぐ外の通用路を通って。Thank you.会話を。壁にかけてある。壁は鍵にかけてある。了解。で？パパー！そうなんだよなぁ。こん時はだから、多分、どうなんだろう。まあ、どうやって感染したかっていうとか、だから普通の一般ピープルじゃなくて、一般ゾンビにやられたのか、それとも、奥さんが噛んだのかっていうね。で、奥さんが噛んだその結果、娘も感染してしまってっていう、もうものすごいもう、ケンドにとってはもう、ニッチもサチもいかないくらい、もう絶望する瞬間だったりとかするよね。あの、ウォーキングデッドでさ、あるじゃない、そういうシーンが。なんだったっけ、あの、黒人の人、あの、最初にリックを助けた人いたじゃん。名前はどうするでした？あ、なんだったっけな。ボブじゃなくて、ボブはあれだ、なんかパート5くらいで、シーズン5くらいで食われて死んだやつだけど、違う、なんだったっけ？そして俺は今何をしようとしている？ショットガンを出したいんだ。そう。あー、名前なんだったっけ？モーガンだ。モーガンの息子も、シーズン1では出てきたけど、シーズン3か4あたり、何してんの？間違えた。シーズン4か3あたりで、再会した時には、奥さんが、その息子食っちゃったんですよ。入ってきたところをね。で、それを俺は何もすることができなかったんだって言って、で、一応生き残ってはいるんだけど、もうキルミー、キルミーって言って、俺を早く殺せって言ってるっていう、まあそういう状態だったってことですね。まあボス戦を一応やったんだけど、どうしよっかな。地下鉄まで行っちまうか。もうやっちまうか。うん。行こう。まだ15分くらいだ。行こう、海遊館。出る。え？あれ？鍵？もうバカじゃん。もう究極のバカタレじゃん。やっぱやめよっかな。やっぱやめたって。で、こっち、そうか。そもそも拾ってなかったってこっち。あ、で、ちょっと待ってね。グリーンハーブを持ってっとこう。今、レッドハーブが見えたから。あ、遅いな。これも、遅い。てかもう、ここまで来たらなんかもう全部ハンドガンでやっていくのもなんか面白いかもしんないよね。なんか、全部、ガンパウダーをハンドガン化してってさ。まあ、そんなめんどくさいことしないけど。もう、安心安全。うわぁ。あれがいたビルか。本当にあれだね。風は前のビルみたいな感じになってる。風は前のビルはもっとあれだけどね。逆三角形になってるから、どんどん落ちてくんだけどさ。ということで、あ、カチャコン。開けてー。オープンセサミー。お、すっごいゆっくりですね。
スローモーション。で、これは、調べる。ガンショップ。なんかあれかな、剣道とか書いてないのかな、さすがに書いてないか。じゃあ捨てましょう。いりません。で、これ起き上がってこない。こいつも起き上がってこない。え？え？なんか、さっきよりも焦げてるぞ。まあ、いいけど。これ一体何があってこうなったのって話だよね。ゾンビ関係ないじゃん、これ。完全に後ろに突っ込んでるって話だよな。で、ここはなんかアイテムあったのかな？なんか普通の民家に入るのって初めてじゃねっていうね。なんか倒れてるけど。あ、女神。ちょっとあの谷間がエロいよね。じゃあここちょっとゆっくり観察していこう。これは？あ、これあれだ。なんかあの、ほら、あの、なんか倒れてたおっさんがいたところのあれだよね。で、こっち行って、んで、こっちはチラチラっと見て、まあ、でも特に見るところもないし、フリーダーン！昔サバンナ高橋が言ってたよね。あ、これあれだ。タイラントの帽子じゃん。フリーダムめっちゃあるやん。なんだろ。あれなのかな？あの、こっちで佐川急便やヤマト宅急便みたいなあれなのかな？同じ、あ、違う、同じ絵があるって思ったけど違ったね。で、わあ、なんかゲストリした天使やな。しかもなんでドット絵？なぜドット絵なんだ？で、こっち登っていくと、一旦、ベッドの下からゾンビが、なんかエロいことして出てきそうみたいな。あかちゃかちゃ、あかちゃ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 、あかちゃかちゃ、ピキン。これもショットガンかな？あ、違う、炸裂弾。炸裂弾だけで読むの面白いよね。まあ、でもラスボス戦はな、もう普通にだって、イベント戦みたいなもんだからな。そうなんだよ。ラスボス戦をイベント戦にしちゃダメなんだよな。で、ここには、あ、ここにさすがにあれだね。キルミーはなかったな。あ、でもこれ下のさ、あいつもさ、ほら、ゼイキルヒム。やっぱ、すごい売れてんのかな、この地域で。ね。あ、だからあれだ。7月に、そのゾンビの、あ、この並びも一緒なんだな。だ7月の、そのさ、双子ちゃん。これあれ、イワンとイワンだ。うん。めっちゃ昆虫採集好きなんだね。ね、話が止まっちゃった。7月のさ、ほら、20何日の、まあ、7月くらいか、に、あの、猟奇殺人事件、なんかあの、肉食ってくるやつがいるみたいな、そういう事件があった時に、多分売り始めた本なんだろうな。で、それを、なんかみんなが買ってって、みたいな状態になってるんだろうな。うん。だから、ゼイキルでヒムっていうのは。で、それがきっかけでさ、ラクーンフォレストに、なんか行ったみたいな、そういう事件。ダーン！ルン。あれ、飛んでったのよく見ると。あれなのかな？こいつが持ってたビールのさ、注ぎ口なのかもしれないよね。ロケットランチャーだったらこっちも負けないわよ。こっちは負けないわよ。ウィーウィー。一応これって帰れるのかな。あー、帰れなくなってる。誰や、ドア閉めたん。お前、ご褒美なし？マジか。ご褒美なかったー。死体が、すごいおデブちゃんだな。膨らみがすごいぞ。こっち行こうとすると何かが出てくる。と思ったら何も出てきます。ジュイーン、ジョシャ。で、また、あれ来ないのか。で、右から左から左、あれこっちは燃えてて無理。ほー。ほいっと。ジュイーン。これ後ろから来て。あ、めっちゃ来てたわ。めっちゃ来てるからお返ししよう。ほい。もう一発。倒れない。よいしょー。ギリーン、ゆえー、あっちっちー。ぐは。まあ、ああいう状態になってしまったらもうね、やつも抵抗しよう。めっちゃ黒てる。こっちの方いないんだな。よし、じゃあ行きまーす。うえーと思うじゃん。やばいじゃん。これちなみに、このタイミングで、こっちから反撃することはできるのか？あと変電所に行ってみたいんだけど、どうなんだろうな。ジル、大丈夫か？またやつに追われてる。あれ、こんなところでこんなムービーシーンあったっけ。ああ、来た。違った。あ、なんかすごい車の位置が移動してる。おい、よいしょよいしょよいしょ。オッケー、倒れてくださーい。でも秒でなんか立ち上がってきそう。立ち上がらないんかい。てか車、車、これなんかすごい位置に移動しますけどね。まあ、倒れてるから今のうちに行きましょう。でもなぜか復活が早い。ヒューマンドリルドン。いや、大体あの距離からロケランぶち込まれたら大抵多分無理だぜ、もう。うん。まあ、それでも生きてるっていうのがね、やっぱ自然歩行。な、主人公補正と言いたかって。何ね、自然歩行って。普通に歩くことじゃねえか、それは。
もう自分で出ててバカとしか言いようがないよね。さあ、まあ、あのセーブポイント行くまでね、やっぱりね、追われないというか、まあ、裏側に行くとあんな感じってね。で、鉄塔があって、なぜかあっちはまだまだ燃やす。で、ここまでさ、追い込んだんだったらね、どっか行かずにそのまま、ストースってやってよかったのに、なんでどっか行っちゃったんだろうね。今のボロボロ加減だったらね、やれたりするんじゃないのって思うけど。じゃあ、こっち行こうとするんだけど、あっち側に行こうにも、残念ながら、燃え散らかしていて、行くことができなーい。え、行けるやん、普通に。このドラム缶くらいやったら、乗り越えて行けよってね。で、多分、これあれだな。あっち行こうとすると、また見えない壁に阻まれて、燃やされて終わるっていう、そういうオチになりそうな気がする。ジムスクワープ。さあ、皆さんどれが好き？そのネタをやったからいいか。じゃあ、こっち行って、これが転がってくる間ね、果たして何やってたんだって話だよね。で、こっちの方にいたわけですよね。まあいいや。で、こっちから行って、で、まあ目の前でゴロンゴロンゴロン。これあれだっけ、難易度が高い方がちょっときつくなるんだって。あんまり早く行ってくる。なんかこういうおもちゃのさ、こういうのとか見たりする。おー、目の前に、いやーいやー、あ、なんか落とした。あ、これは落とすんだ。なんだ、ゴービー。あれ、なんか高所になってる。あれ、高所になるダメージ食らったっけ。あ、なんか気づかない。あ、何発、6発。多分これお釣りがだ。なんかおもちゃをのあれを見るとさ、どうしてもあれを思い浮かべるんだよね。チャッキー、チャイルドプレイ。知ってる人は知って、あれ、これ、ああ、合ってるな、合ってるな。知ってる人は知っている。知らない人は、映画を見てね。ジュー！ヒエ！こっちから、ドゥン、ああ、すごい、避けた。よし。よいしょ。よし。倒れている間に、こっちは、ヒエ、あ、もう、ヒアはできないね。残念だったな。これじっくり観察してみよう。背中ボロボロやな、こいつ。かわいそう。誰にやられたんすか、そんな。君がそのロケットランチャー扱えないんだったら、私がもらってあげようか。ウィー。さあ、柔軟をこうアピールしてくるようなね、やつはもう無視して、さっさと行っちゃいましょう。あー、ドン。やばい。急ぎ。この時にね、打たずにね、構えるだけの簡単なお仕事。ウィー、よし。で、急いで、これでまだ立ち上がってくるんだもんな。よくよく考えたら、これきっとタイラーとどうなってんの、ダクシャとか。急いで、やった、ほっといて。やっぱり対戦車の4発砲じゃないとやっぱ死なないってことだな。これだけの爆発ってね、あれだけ巻き込まれたら普通にね、いや、ほんとすごい耐久力だよね。さあ、行こう、逃げるぞ、逃げるぞ、ゾウが逃げるぞ。あ、で、でもここら辺は特になんかこう、他作品と、ああ、ずっと待ってくれてる。ありがとう。じゃあ行こうか。君はさっさと追い越していこう。ああ、なんか普通に死体袋がここに転がってんのかなと思ったけど、そういうことではなかったね。ひどいことも言ったけど、助けてくれてセンキュー。ありがとう。センキュー。借りを返しただけだ。まあ、お互い様だから。じゃあ、進めないの。あれ、このところにドアってあったのか。よし、じゃあこっち行って、一旦、セービングをし、できるはずだよね。セービングできるよね。あれ？え？ああ、なるほど。どえらいバリケードにされてる。じゃあ、あ、しかもセーブ、え？おい！何してくれとんねん。セーブポイントなくなってもうてますやん。マジか。全部詰め込みやがった。そうか。それをされたらもう仕方がないな。じゃあ行くしかないね。はい。まあ、たまにはちょっとね、長いパートもあってもいいんじゃなかろうかっていうところで。まあでもとりあえずカルロスにバトン、ここも歩けなくなってる。これあれか、これはあれか、やつのせいだな。で、ピッと押すと、あなたはこっちには進めない。一緒に行けない。地下鉄に。なんで？どうして？あれこんなんあったっけ？あ、あった。普通にあったわ。なんだってやるさ。そこら辺はあれなんだよな。ちゃんとヒーローなんだよな。よし。で、こっち進んでいって、
バイオハザード、あ、違う、ただの、え、でも待って、タイラントって書いてた？ Tyrant of the Deep. They weren't extinct only sleeping. 寝ないのかよ。寝ろよ。寝ないと人生やってけねえぜ。あ、結局あれだよ、黒丸焦げ茶先輩パート2の名前つけるの忘れた状態になってたな。あ、なんて名前じゃったな。お手柄だな。まあなんか、あの、考えよってくれた。まあなんか考えますか。すぐに出発する。ということで、お手柄ポンポン、ヒゲポンポン。お前たちの次の任務は外に戻って、ナサミルガードを探す。これが最終列車じゃないわね。まあまあ、市民の無事が列車を戻す。ちなみにこれ誰が運転したんですかね。運転手誰よっていう話だよね。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。まあね、いや、ちょっと陰謀さ、あれってか、あなたさ、前回パート、髪の前回パート、前回パート、あれだけど、頭テッカテーカ、芋ピカピーカじゃなかったっけ？分かるようになったじゃないか。まあ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 、当てた。こいつは芋ピカピーカやな。楽しい。よし、頼んだぞ、行こう。よし、行こうよ、行こうよ、プップップップ。え？これは発射往来、ピーでもさ、小隊長さ、自ら、まあでも小隊長はあれか、やっぱり、指揮を取るっていう立場だからか、現場になんか行かないで、こうやってね、まあ、市民を守ることを優先してるんだろうな。でも多分、こいつ自身ももう食われて、もう寿命があれなんだろうな、もう近いことを悟ってるのかもしれないよね。まあだって、これだけのことがね、起こってた、まあ、周りをいろいろとか見てたらさ、うん。まあ仕方ないですね。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙。実際だって自分の死が分かってて、しかもああなるっていうことが分かっている状態だったとすると、果たしてどうなるかなんだよな。こいつ、こいつなんだろう。今の何？そして一つ気になるのが、ほらこれ今後ずさってるじゃないですか。で、これうおーって市民全員お亡くなりみたいな。ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？もう助からん。来い、こっちだ。どうなってるんだよな。ニコライ、何のつもり？おう、これ、やつのこれさ、こう、あの、鍵を閉められて、なんか、ほら、なんか、どうにもこうにも、ニッチもサッチもブーブーとオープン。えい、うわー、うそー、あいつ、飛び道具持ってんの？飛び道具っていうか、なんか、遠距離攻撃できるのって、それを察してから、ね、俺の列車から降りろ、ね、そういう意味ではね、自分の命を賭してでも、こう、やっぱり、いろんなものを守ろうとした、こいつはすごかったよなって思ってね。まあ、この化け物に対しても、おびけずに戦ったっていうところは、やっぱり、かっこいいのかもしんないけど、さ、というわけで、一旦ね、区切りがいいところまで来て、まあ、セーブポイントではないんだけど、まあ、ちょうどいいところまでやってきたんでね、今回のツアーガイドは一旦この辺りで終わりにしたいというふうに思います。まあね、次回から、まあ、残念ながらちょっと美人巨乳でたまらないっていうショートカット美女からですね、残念ながら陰謀テッカテーカーってもさ、ピッピーカーのやつに変わっちゃうんですけれども、まあしばらくは彼とデートお付き合いいただけると幸いでございます。はい、まあでもすぐにね、また美女の方に、ね、戻る予定なんでね。はい、でね、彼ね、走るの重いんだよな、これね。よしのしのしのしパンダパンダ、あれ、あ、意外と持ってんな。もう警察ライフがな、ナイフを構えてやらなきゃいけないけど、どう見ても墓場だ。どうしても墓場だけどな。あ、どうしても墓場ってわかんない。どう見ても墓場。あ、でも綺麗だね。よく見たら、RE2 の時なんか掘り返されたりとかさ、これから埋めようとしてるみたいなことがいっぱいあったりとかしたけど、結構綺麗なんだな。はーい。じゃあジープを見ながらですね、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。撃てるんかい。普通に体力撃てるやん。あかんやろ。体力撃てたらあかんやろ。はい。じゃあ、また次回。パートでお会いいたしましょう。ツアーガイド、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。ではまた、バイバイ。